14時6分、蜘蛛巣の地区です。蜘蛛巣周回所とバス停、ちょっと海を見てきます。イカ釣り漁船なんでしょうね。お、裏から浜辺に入ります。テトラポットがある堤防、何人か魚釣りをしています。穴が開いてる石が面白いです。なんで穴が開いてるんでしょうか。心地よい風、少し歩いてみます。硬くなってる石場、岩ではないですよね。砂が固まってるのかな。濃い緑色、魚がいないかな。戻ります。あれは境界杭でしょうか。
14時20分です。こちらもイカ釣り船がありますね。神社が見えます。穏やかな漁港の波。展望場がありました。あずまや、海が見えます。海岸と漁港。遊歩道みたいですが、奥の町が見えてます。波音聞こえます。
14時半です。美しい日本海、入り江になってますね。あそこに灯台かな、赤と白が見えます。さあ進みます。沖行きのフェリーターミナルです。ジオパーク、メテオミュージアムがあります。
はやぶさの模型です。はやぶさ、これが落下した隕石です。イグサが残ってるそうです。落ちた時についた畳のイグサ、隕石が家を突き抜けました。港です。沖行きの時刻表、フェリーターミナル、今回は船は見られませんでした。9時発と9時半発があります。来年ぐらい乗ってみたいです。メテオホール。